古代の瓦をヒントに作られた日用品や作品などを集めた展示会が今奈良市で開かれています。この展示会では瓦をデザインしたお皿やお盆などの日用品や瓦をテーマにした小説などの作品合わせて45点が並べられています。こちらの赤肌焼きの小皿は古い丸瓦によく見られる蓮の花のモチーフが描かれています。また高浜虚子の句からは瓦屋根が当時裕福な家の象徴だったことがわかります。他にも着物やアクセサリーに描かれるなど瓦が古くからさまざまな形で人々に親しまれてきたことが感じられます。古いその貴重な文化財というよりもむしろその身近にあるものなんですね。そういったところにその古い瓦のデザインなどがあるというところをお気づきいただけるようなそういう展示にしておりますのでそういったところをご覧いただきたいと思います。身近な暮らしの中に現れる瓦の姿を知るこの展示会は12月23日まで開かれています。